あのなあなんて言うんでしょうか YouTube の時代になったって話をしたいんですけどちょっと「<laughs> いかゆるカフェ」の <laughs> フォーマットだって言ったこんなゆるく始まることはないだろうとまああの本当に、えー、と僕はですねもともとだからその理論的に考えたとおにそのなんていうかうんまあ実践的にっていうかあの実際の経験に基づいて考える癖があるんですけど。 本当にいろいろなその、えー、と経験というかう最近のですね観察事実から完全にテレビの時代から YouTube の時代に移ったなってことを感じるんですけど、あのー、これはナオボイスさんもちょっと喋ったんですけど僕はまあ関わってた「プロフェッショナル仕事流儀」って番組で、えー、先日ですね、あのー、約3年ぐらい前から YouTuber、あのー、をされてた女性の方がゲストに出てらっしゃるんですよ。でこれそのプロフェッショののの仕事流儀のそのゲストというかあのー フィーーチャーされる方の選考基準で僕がまあ関わってた頃の感じで言うと3年 YouTuber やっててプロフェッショナルに出るんだってすごいなっていうそれだけいやその方の活動が立派であると同時に YouTuber という活動が妊娠できるとあの僕がやってるラジオの,あの東京 FM の「ドリームハートというえまあ番組でもえそのうち放送されますけども。 あの女性の YouTuber の方が先日出てましてその方は2年ぐらいかな YouTuber 歴がだから YouTuber を2年3年やってることでそういうトラディショナルなメディアのメインのゲストというかそういうものになるというねそれだけ YouTube というものが、えー、認知されてるとでそのえ登録者数が大体いい10万人台ぐらいなんですよね。だ非常に多いと言えば多いいとえばんですけども、えー、そのスケール感 ととと存在感ののバランスいいうのが新しいなと思ってであの今僕あの10代20代と喋ってるとですねまあテレビ見見ててなないいでですすねねまず全くテレビを見ると視聴習慣自体がなくなってきててテレビ番組自体が話題になったとしてもそれは YouTube で見るということになってるわけなんですよ。あとねその最近の非常に大きな面白い動きとしてはねあの まあなんかそのスポンサーの側も,もうテレビはリーチしてないっていうことが分かってきちゃってその世帯視聴率じゃなくて個人視聴率が重視されてて僕ある民放のえと局員の方と最近話しててすごく衝撃的だったのがその民放で大成功していると言われる番組ですね。もう今ヒット 番組といえばこの番組だっていう必ず名前が上がるぐらい視聴率が上がってる番組があるんですけど比較的最近新しくできた番組なんですけどところがその舞台裏を聞くとその確かに世帯視聴率っていうか数字はいいんだけどお年寄りばっかり見てるとその番組は。でだからその子供たちとか10代20代に全く届いてないとでそうなってくるとそのスポンサーがあの納得しないって言うんですね最近はそのやっぱりリーチしたいのは。 そういう若いい若世代だからいくら数字上は視聴率が取れててもいやあのもちろんあのご高ある程度お年いった方も大切なお客さんではあるんですよ。なんだけどやっぱりこれからの時代のことを考えたりするとなかなかもう困難であるとだからあの、まあ、ちょっとスポンサーが離れていってしまってるっていうねそういう話を聞いてでその一方でその YouTube に直接お金を出してえっと 動画制作に調接お金を出してそれであのこういう YouTube でねあの放送するっていうかリリースするっていうような動きが最近急速に強まってきていてですねこの23か月で本当に急速に強まったかなだからあの以前だったらテレビ出演するみたいな依頼が YouTube 上の動画に出てくださいみたいな形で来ることが多くなったんですよ。でその制作会社の人とかに話聞いてるといやスポンサーとか代理店から直接そういうものが来ると。だからその えー、テレビの制作会社の方々も,もうテレビ番組では食べていけないんでそういうふうに直であのスポンサーから動画を請け負ってあの、まあ、作るというそういうケースが増えてきてるっていうねでこれでも確かに今の、えーとまあ、20代20代以下かなの人たちの行動パターンを見てるとまず あのテレビという箱からで流れてくる地上波テレビは見てないということなんで僕は時代の趨勢でだから一方では YouTube 上であのまあ10万人以上ぐらいのえとまあ動画を展開している方々のプレゼンスが増えてきてるってこととそれからもう一つがそのやっぱ地上波テレビで視聴率が上がってるっていっても世帯視聴率っていうかは良くても個人視聴率があの若者にリーチしてないものはスポンサーからちょっと。 見限られ始めてるってこととかあるいはその動画制作であのなんか直接にその制作がクライアントから行くような話が出てきてるっていうことでもうこれ YouTube がど真ん中になってきて別に YouTube じゃなくてもいいんですけど、まあ、YouTube が一番包括的で、まあ、世界にもつながってますしねあのですから昔の,そのピコ太郎さんがブレイクしたいだとかあるいはそうですね、えー、と最近の,そのボカロ P さんとかがあのまあ どんな新しいヒット曲を作ってるというそういう事象はある意味じゃ頂点の話なんですけどもっと裾野の部分っていうかその、えー、ボリュームゾーンのところでもう視覚変動が起こり始めちゃってるなという感じがします。で,でそういう時代にじゃあ一人一人の我々はどう生きていけばいいのかって話になるんですけど、あのー、やっぱりねもうね 要するに戦後永遠に終わらない戦国時代みたいになっちゃってると思うんですよ。どういうことかっていうとあのまあ、まあ、登録者数を何万国っていうふうにね立てると人僕の登録者数は <laughs> 6万人ちょっとだと思うんで僕は6万国の6万国だと何なんだ分かんないけどで100万人以上の登録者数がある人は100万国の大名みたいな感じになってるわけだでね。 まあ、あのそういうのにいいかなみたいな感じになってるんだけどあのー、なんていうかねそれで、まあ、例えば大名がいっぱい YouTube 大名がいっぱいいるわけさ日本中に。でそういう方々が下克上の世界で本当にだからまさに今まで全く無名だった人が、えー、YouTube 大名に上がっていくっていうような、えー、風景が日常的に見られるわけだよね。林真理子さんあたりが去年あたたりりが去年ののその 「週刊文春」のエッセーで「いやさなんかちょっと若い男の子と女の子がすごくお金持ちみたいであのなんかブランド買いに来てんだけどあんまりちょっと慣れてないみたいだ」ってってで「店員さんのあの人たちは何をしてるんですか?」って聞いたら「y o u t u b e ーチューバー r とその彼女」とかそういうケースだっていうことをあの林真由子さんが去年あたり書いてましたけどでまあそういう形でどんどん結婚書が出てきてるんだけど問題はそのなんだ <laughs> 天下統一がないってことだよね。 あのこれが戦国時代だと誰かが何天下を統一するわけだよねそのうちねだけど YouTube ってのはロングテールだから多様性だから絶対天下統一がないって言ったらずっとだからもうこのままおそらく5年後10年後も100万石ぐらいの大名が日本にボクボクいて <laughs> でその人たち一人一人はかつての地上波テレビのスターほどの知名度はないわけだよねかつてはモノカルチャーで NHK とその民放がいてそこでまあそこで 名売れてる人は全国民が知ってるような状況だったんだけど今はそうじゃなくてもう完全にクラスター化してて先生いいのエコーチェンバーの中で先生いいのスターがいるんだけどちょっと離れると誰も知らないみたいなねよほどのことがない限りその文脈を超えてあて全国の日本のハウスホールトネームというか誰でも知ってるような名前にはならないっていうそういう状況になってきてると。でそういう時代はずっとこれから続くだろうと当分。地上が どうするかは僕は知らないんだけどあのまあとにかくもうじじ現実としてはもう完全に YouTube の方にパワーが移っちゃってるんでだ一人一人の作り手それからめ視聴者としてはそういう意識を持って取捨選択していかざるを得ないだからチャンネル選択というのがかつては神田だったじゃないですかだってせいぜい2桁しかないわけだから。それが 何百万何千万ってやるようになったわけだよねでそれをどう選ぶ何をどう選んでいくかってのはじ皆さんにとって非常に大事なことだよと同時にあの逆にメディアの発信の仕方としては要するになんか大名から足軽まで俺みたいな足軽まで6万人の6万石の足6万石は足軽じゃなくて旗本かまあ何でもいいや10万石で <laughs> 旗本かまあいいや旗本以下のこういう底辺 YouTuber でも。 発信を続けられるというそういう時代なんだってことをまず理解することが大事だしあと僕その NHK さんね NHK さんあの僕思うんですけど NHK は公共放送じゃないですかでも最近 NHK も公式アカウントで YouTube どんどん出してるみたいなんですけど僕もっともっと出しちゃっていいと思うんですよ僕 NHK は制作会社のポジ,ポ,ジポジションに立つのが一つのやり方だと思うんですよもちろんあの全部川,川上から川上まで川上まで全部押さえてるのが NHK の強みなんだけど NHK を制作会社として捉えた場合にその商業主義では作れないような良質なコンテンツ意義のあるコンテンツを作ってそれをもう,うのがいいと思うんですよでその NHK が動画を作る制作費を商業主義では作れないような動画を NHK が作ってくれるから我々がその受信料としてお支えするとそういうだからもう放送というものから離れて。 必ずしも同期しないアーカイブ化されている NHK の番組のコンテンツの制作及び維持に我々が受信料受信料って名前自体も変わるかもしれませんよねあの公共放送のを支援する料金を払ってるっていうそういうふうになっていった方がいいのかなって僕は思うんですけどね NHK さんいかがですかつまり僕ののご提案はは NHK NHK 番組は基本でで流すととこれね K がずっと悩んでる あの世帯あの接触率っていう要するに1週間で NHK を5分でもかな見た人はどれくらいいるかっていうのを根本的に上げる画期的な手段になると思いますよ。もうすでにそういうことは分かってらして NHK の局内ではいつどういう形でどうやるかって話だけになってるのかもしれませんが、まあ、とにかくあのこの YouTube っていうのは一つのまあ Google の民間の、まあ、メディアにすぎないわけですけど。 でも TikTok もそうですけどもこういうメディアしかもう子どもたちっていうか次の世代はないんでそれを分かった上でそれに対してどういう態度をとるかっていうのがあのとても大事なことだと思うし僕自身もねあのまあ僕は弱小 YouTuber ですけど少しでもいい情報っていうか僕がいいと信じる情報をこうやって発信してあの皆さんのお役に立って,ていけたらなとこの世界の片隅で弱小 YouTuber として。<laughs> 10万石以上が旗本だよね。俺は10万石旗本にもなってないという <laughs>。底辺 YouTuber としてもこれからも発信していきたいなと思っております、YouTube、の時代です。